大事なものの過去仮でございます。はい、はい、今回栄えある最終回でございます。最終回はい、はい、ございます。はい、最終回、最終回が今回第74回目まででございます。なんかなし、はい、なし、なしだけにね、はい、74回目のスーツは VA 大事なもの、過去回も今回のスーツ最終回でございます。過去回最終回ということで、はい、はい、ございますけども、今回盛大にね、最後ぐらいね、振り返ってね、振り返ってながらね、時代が行きたいなと、組織何何何しましょうよみたいな、はい、行きましょうというわけでございますけれども、けれどもまずはまずはこちらのコーナーからお願いします。じゃビジュアルインフォメーションでございます。はい、いつも通り。はい、最後はいつも通りみたいな感じで終わるのが一番よろしいかと思います。最後まで、最後までいつも通りがいいんです。はい、というわけでございまして、まずはこちらのニュースからお願いいたします。お願いします。はい、VA コーバイブプラス、はい、見て、ただいまビジュアルスタイルカレンダーの2019が販売開始となりました。これ昨日からですよね。はい、そうでございます。はい、毎年恒例となってますビジュアルスタイルカレンダーの2019年版でございますね。画像をお願いいたします。こちらがですね、要望の多かった卓上カレンダー、お、卓上ついに同梱でございます。同梱でございます。は、はい、はい、なので A2 サイズカレンダーと、と A5 サイズの卓上カレンダーと、とスケジュールシール、3点がセットになって販売中でございます。壁にかけ、机に置き、はい、シールを貼り、貼りノートなんでございます。はい、もう豪華作家陣もございます。いらっしゃいます。ちょっとごめんなさい、日本語おかしかったですね。はい、作家の方も全部めちゃめちゃ豪華でございまして、はい、かつ卓上カレンダーの部分も書き下ろしの、じゃあ全部で十何枚とか、そうでございます。そうでございます、なんでございます。とりあえず VA コーバイブプラスに来てもらえればなと、はい、というわけでございます。はい、はい、というわけでございます。はい、はい、じゃ続きましていきましょう。わ、お値段、ごめんなさい、お値段がね、これ3つ入って、はい、3,240円の税込み、お買い得なんでございます。いつま、はい、いつまで買えるんですか。なんでございます。しばらく大丈夫、しばらくは大丈夫、しばらく大丈夫ですね。まあ、ぜひ V エコバイプラスにとりあえず遊びに来てもらえればと、はい、いうわけでございます。お願いします。はい、じゃ続きましていきましょう。続きましてのニュースはこちら。同じく V エコバイプラスよりキャラバンオクト2018の一部グッズが通販決定いたしました。一部でございます。一部、はい、一部ほぼほぼですけどね。はい、はい、こちら VA コーバイプラスで11月28日水曜日、はい、画像がございます。こちらお願いいたします。28日の水曜日19時頃、はい、より、まあ、キャラバンオクト2018の一部グッズが通販決定と、来週水曜日からわけでございます。はい、はい、話題のサコッシュと、うるさい。ダブルウォールマグとか、あの、ま、団子のマグね、はい、めちゃくちゃいいですよ。そうですね、缶コーヒー買っとくじゃないですか。缶コーヒー買っとく、はい、マグ開けます、マグ開けます、そこに入れとくんですよ、缶のまま、缶のまま、うん、はいはい、結構長い時間保温するんですよ。あ、すごい、うん、あったかいまま置いておける、そう、あったかいまま置けると、あ、いいです ね、まあ、ね、ミニ冷蔵庫、そうそう、ミニ冷温庫、冷温庫みたいな、まあ、こではないですけど。めっちゃ便利、いいですね、うん、便利なグッズも販売させていただきますので、こちら11月28日の水曜日、はい、19時にお楽しみあれというわけでございます。楽しみ、はい、はい、そんな感じで、はい、いつも通りニュースをお届けさせていただきまして、はい、はい、もう来週、再来週ぐらいかな、はい、今はもうコミケ熟知でしたよ、熟知ですね、熟知ですよ、熟知ですね、はい、コミケ熟知なわけなんでございますけれども、この番組は卒業です、はい、まあね、いい時期なんですかね、逆にいい時期でございます、冬だしね、はい。というわけでこちら、このコーナーに行きたいと思います。はい、はい、これより VA 大事生放送カッコ仮の卒業式を開始いたします。文字でかいや、やっぱ最後ぐらいはドンと、最後ぐらい、ごめんなさい、はい、最後ちょっとね、粋なことをしちゃいましたね、盛り上げてください、ここから盛り上げましょう、最高潮に、怖い、はい、はい、行きましょう、じゃあ、はい、プログラム1番、別れの挨拶、卒業生代表シマピ、はい、ディーン坂本、はい、放送前日までコミケみたいに社長がやってくれるものだろうと高をくくっていた中、土壇場で決まった第1回、岡野さんと竹下さんが直前まで緊張を解いていたくれたことを僕らは忘れません、忘れません。2回目の放送でいきなりオルトさんというスーパーゲストに頼り切ってしまった第2回、
直前に台本を渡したにもかかわらず優しい笑顔で出演してくれた僕らは忘れません。忘れません。はい、リトルバスターズ10周年、はい、を記念して甲斐先生と一緒に作ったペットボトルロケット、ロケットが飛んだ後の泥まみれの芝ピーを見つつ、内心俺じゃなくてよかったと思ってました。思ってました。違うか。ネタが切れるたびに勝負していた大事な魔法装をかっこかり、ベイブレード対決、あれ違うで、バッティング勝負、始める前の自信満々の D 坂本と終わった後の焦燥しきっていた D 坂本の姿を僕は忘れません。次どれ、ガリガリ、あ、ちょうガリガリ君早食い、放送が終わった後真夏なのに温かいコーヒーを飲んでいたシバピーを僕は忘れません。卓球対決、オールラウンダーの甲斐先生に意外な苦手競技があったことを僕は忘れません。忘れません。ネタが切れるたびに料理を作った第一生放送かっこかり、団子、どんなにひどい見た目でもチョコをつけたら美味しくなりました。たこ焼き、タコが入っていなくてもソースがあればたこ焼きっぽくなることを僕らは学びました。ギリチョコ、梅干しチョコありましたね、梅干しチョコが意外に美味しく今でも時々食べたくなります。かき氷、着色料にも味があるということを教えてくれました。チャーハン、プリンと醤油を合わせてもウニではないプリンと醤油だったことを僕らは忘れません。そして料理会に常に甲斐先生が応援に駆けつけてくれたことを僕らは忘れません。ありがとう、ありがとうございます。一泊二日で行われた大型ロケ、直島小木島の聖地巡礼、サマーポケッツの舞台を直に見られた感動を僕らは忘れません。そして僕たちは今 VA 第一生放送カッコ仮を卒業します。卒業します。1年半にわたりこの番組を見ていただいた皆様のことを僕らは忘れません。忘れませんしか言ってへん。まあ、卒業式ってこんなもんですよ。はい、でございました。はい、というわけでございまして、茶番を置いといて本当にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。その気持ちでいっぱいでございます。いやでもね、画像を集めてみましたけど、はい、なんかいろいろやってますね。途中ベイブレード抜けちゃって申し訳ないですけどね。ベイブレードもやりましたよと、僕らは忘れませんと、忘れませんよと、はい、はい、ベイブレードやりーの、バッティングもやりーの、ガリガリ君クイーの、クイーの卓球もやりーの、ロケット飛ばしーの、はい、アイダさんも来てもらいーの、甲斐先生料理作ってもらいーの、甲斐先生のすぐね、はい、出演率の高さです。ありがとうございます。甲斐先生大体ね、俺も出たいって、ありがとうございます。イベントの合間合間でね、そのね、はい、こうグッズ紹介 C の、はい、ガリガリ君クイーの、クイーのグッズ紹介 C の、グッズ紹介 C のかき氷クイーの、はい、という感じでね。そうでございますよ。はい、はい、そんな番組でございましたけれども今日でね終わりでございます。はい、はい、ありがとうございます。台本これあれですか、これ、はい、じゃあもう行きましょうか。でね、そう、まあ、プログラム1番終わりました、はい、プログラム1番終わりました。じゃあ行きましょうかね、はい、プログラム2番行きましょうかね。はい、行きましょう、プログラム2番、次回予告。
坂本の現状クイズをお届けいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。切りよくね、切りよくね。74回目で、はい、上田彩ちゃんマウスの過去を借りはポーイス。コミケの前でポーイス。はい、はい、ございます。はい、でもう何でしょうね。何が変わるんですか。何が変わると言いますか。はい、まあ、とりあえず画像をお願いいたします。こちら、はい、ドドンと、まずロゴが変わります。ムカつくんすよこいつ。、はい、あの外跳ね野郎。外跳ね野郎と、はい、ございます。はい、VA 大事なマウスの過去借りの過去借りが取れまして、過去借りが取れるだけじゃないんですね。それだけじゃないございます、はい、はい、ロゴが変わりまして、シワピティ坂本のデンジャラスワイドという番組でさせていただくことが決定いたしました。はい、はい、温かいコメントいっぱいまた出ますね。ありがとうございます。ありがとうございます。知ってた、知ってた、そうでございますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でございます。で、何が変わったかと言いますと、はい、まあ、放送のロゴと、はい、なるけではなくてですね、毎週木曜日の15時に、はい、我々 VA ダイナマスバックから放送してたんでございますけれども、はい、次回からは不定期、はい、不定期放送、つまり、はい、劣化ですね。いや、何ですかね、何でしょう、大事なところを掴んでいくみたいな。そうでございます、はい、まあ、我々もいろいろやりました。ガリガリ君早食い対決とか、はい、はい、チャーハン作ったりとか、うん、まあ、チョコ作ったりとか、はい、はい、まあ、ロケット飛ばしたりとか、ロケットは楽しみができましたけれども、ロケットは楽しかったですね。何ですかね、それのネタはやらんでええんちゃうみたいな、もっとね、ちゃんと濃密にやろうよみたいな話になりましてね、はい、はい、なんでもネタが固まり次第、そうそう、つまり放送があるときは、はい、絶対何か情報があるよ、発表があるということですよね。チャーハン食っててるだけじゃないよみたいな、もしかしたらチャーハン食いながら発表する可能性もあるってことですよね。まあ、もちろんねデンジャラスですから、まあ、もちろん番組の趣旨とか内容自体はほぼ変わらないです。変わらないです、はい、不適になるだけ、不適になるだけです。ただ情報があるかないかだけですね。あるです、情報ないのにチャーハン作ってるじゃないです。情報あるからチャーハン作ってる、変わるみたいな感じですね。あ、デベロップしたんです。デベロップしております。はい、はい、でございます。ただごめんなさい、もう本当に申し訳ないですけども、不定期なんでございますので、はい、はい、もうぜひね、YouTube でご覧の方とか、はい、はい、もうニコ生で見てる方もね、はい、もう Twitter の登録、はい、あ、ごめんなさい、Twitter で、はい、フォローしていただいたり、VA 営業本部、はい、はい、YouTube のビジュアルアーツチャンネルの、はい、チャンネル登録していただきましたり、はい、はい、していただきまして、あ、今日あるんだみたいな、何か発表来るぞと、うん、はい、でございますので、申し訳ないですけど、ちょっと登録の方よろしくお願いしますというわけでございます。はい、はい、はい。まあ、はい、じゃあ次回はまあ不定期ということで、はい、あるときはあるよ、ツイッターとかで告知があると。もちろん、はい、ビジュアル営業本部と、はい、YouTube のチャンネル登録していただいて、ポンやってるよって、今日5時からみたいな、やってるよ、はい、気が向いたら見ていただければね。逆に夜でもできるっていうのはいいことですよね。そうでございます。本当に、はい、不定期でございますので、はい、15時とかじゃない、もし非常に申し訳ないですね。木曜日に15時に毎週、聞きに来てくださったリスナーの方の皆さんに申し訳ないですけど、変わらずにまた不定期でも見ていただけると嬉しいです。はい、はい、ございます。はい、コメントでもございます通り、毎週だとネタがないから不定期でした。その通りでございます。これからも体を張っていくの。はい、もうデンジャラスワイドですからね。デンジャラスなことしないと。こちらデンジャラスワイドでございますから、まあ、ぶっちゃけちょっとだけデンジャラスみたいな、プチデンジャラスワイド。デンジャラスワイド過去借りってことですか。まだ取れないです。はい、そんな感じでございます。やらせていただこうかと思いますのでね、はい、はい、お楽しみにしていただければと思います。まあね、近々ね、12月といえばコミケがそうでございますよ。なんでね、その辺の情報も、1回目はもうほぼ言いました。第1回目はほぼコミケです。はい、コミケの情報をね、我々でいろいろとお届けさせていただければなと思いますので、はい、はい、ちょっとお楽しみいただければね。お願いします。近々やりましょう。はい、近々でございます。はい、はい、じゃあ今日この辺で、はい、はい、じゃあすいません。じゃあ、しばびD坂本の、はい、デンジャラスワイド、ご期待くださいませ。お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。